来ました。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回もハースストーンやっていきたいと思います。今回の対戦相手はケイスケさんでございます。いやー、これねマジで負けられない第3回戦ということでやってまいりました。第1回では春パパさん、第2回では雪旦那さん、第3回すらケイスケさん、よろしくお願いします。今回私のデッキは呪文デッキ、こちら明治のね、まあ特殊能力を最大限活かしていきたいという形でございます。このね、よっしゃ、マリゴスが手札にいます。このマリゴスをめちゃめちゃ有効活用していきたいと思うんですが、まあこのね2枚ちょっとコスト重いんでか、交換しましょう。来い、よし、2が来た。オッケーオッケー。このマジでマリゴスがマジで強いんで、一気に大逆転で勝ちたいと思います。終わったよ、これは。終わったよ、ターン終了、ターン終了。さあどう来る、ケイスケさん。いや、これ勝ちたいぞ、これは。頼む頼む頼む。おっと？おっと？おー、来ましたよ。キヨキヨ選手。こちらですね。まあ、ランダムにダメージ3与えられるってことで、相手にね、直接3ダメージ与えられますが、ここは、出さないで、置きましょう。出さないで置きましょう。温存しておきます。キヨキヨもね、プレイングスキルなかなか上げてるでしょ？ただ出すだけじゃないよ。相手をか、お、来た！来たぞ、なんか来たぞ。なんちゃんで、なにこいつ、なにこいつ。自分が呪文をした後に、自分のクトゥーンに、プラス1、プラス1する。そんな知らん。いや、呪文しかないな。使っとく？いや。使おう、はい！ここで、1、2、はい！オーケーオーケー。そしてね、ちょっと今、1、2コスト余ってるんで、ファイアボール。直接攻撃。ターン終了、どうだ！キヨキヨ優勢でございますよ。さあ、キヨキヨ選手。優勢だよ、どうするどうする？来たぞ。おっと、自分が呪文のコストが1減る。これね、ケイスケさんもね、呪文デッキだとは思うんですよ。負けてらんねえぞ。さあ、4コスト溜まりました。どうしようかな、ちょっと私ちょっと手札に呪文しかない。呪文しかない、まずいぞ、これ。ただし、挑発出します。防御していって、とりあえずマナを9にしたい、僕は。で、一気に呪文で大ダメージを与える。それが私のシナリオでございます。まあ、ターン終了。喋ってないで、早くターン終了せと。すいません、行きたいと思いまーす。さあ、来いや、どう来るどう来る、どうかしら。おう、ここでファイアーボール使っていくスタイル。おー、くっそー、なかなかやるじゃねえか。手札が呪文で溢れてる。ちょ、これ発動しとこう。敵のミニオンに全員ダメージ1与えます。ちょっともったいなかったかな。しかし、まあ、これで、ちょ、こいつだけ破壊しとこう。ファイアーブラストで破壊。ターン終了。いや、ちょっとね、手札アドバンテージ的にも、多分今、五分五分の状況だとは思うんですよ。ここからの、まず手腕の見せ所。ああ、おたけび？おたけびか。ターン終了しろ。あ、来たよ、なんか来た、なんか来た、なんか来た。うわー、呪文を使うたび、もうケイスケさんあれっすね、呪文デッキ、リアル呪文デッキっすね。僕防御もちょっと入れてるんですよ。突撃来たぞ、突撃6あるからこいつで突撃するかって話ですよね。召喚、あっは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 。突撃でどこを突撃させるか、マジ重要となってきますよね。こいつもね、厄介っちゃ厄介なんですけど、まあいいでしょう。もうね、ダメージこそ正義、攻撃こそ最下位さ、ああ、かんだかんだかんだ。最大の防御。ターン終了。さあ、どう来る？私はね、基本的には、10マナにしたい、まず。まず、あと4ターン、なんとかしのいで、一気に大逆転目指していきたいと、いうところでございます。うわあ、ちょっとさ、ケイスケさん引きすぎじゃない、カード。痛い！おう！使ってくるスタイル。なるほどね。私のターン、ドロー。お、7マナ来たぞ。敵のミニオンに全てに4ダメージ与える。これ使うか？いやでも私の手札に今呪文しかないんで、使うしかない。発動！破壊！ターン終了。よっしゃー！こっからね、こっからや、こっから。負けられない戦いがそこにはある。ここが今だ。ここが今だってないね。
それが今、うわ来たよ来たよ、咳込んでる場合じゃないよ。何？相手のプレイヤーにランダム呪文カード1枚通用、え？マジで？各プレイヤーの手札にランダムの呪文カード1枚追加する。こいつが来ました。ミニオン1体の攻撃力を体力と同じ感じ。うえ嘘、なんか嬉しいよ、嬉しいよ。僕もね、呪文デッキなんで嬉しい。ファイアブラスト来た、アルティメットドロー、さあ来たぞ、ドロー系来たぞ、ドロー系。よーし、ドロー系発動しちゃうか。ちょっと待って、呪文が、呪文、マジ呪文。呪文いっぱいすぎでしょ。さあ、2枚引いてくスタイル。ここで、キヨキヨ選手。ちょっと呪文ある、あるんで、羊。羊にさせる。発動、魔力の矢。1、2、3、そう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 。さあ、キヨキヨ選手、ここでターン終了した。おっと、キヨキヨ勝つのではないか、これ。これ、キヨキヨ勝てるぞ。来るぞ来るぞ、まだ分からないのがハースストーンだかな。うわー来た、自分が呪文した後2ダメージを敵の、僕が敵にランダムに受ける。嘘、強いカード来たぞ。呪文発動すんな、呪文発動すんな。うわー痛い、チクチク削ってくスタイル。おー、さあ9マナ来ましたよ、9マナ来ました。いやしかしこいつね、多分やられちゃうと思うんですよ。体力10にあるといえども、なので、ここでは、いや、どうする？挑発置きたいのがすごいある。挑発置いて次のターンから動いていきたいんで、とりあえずこいつ凍結させていこう。とりあえず凍結させましょう。で、5マナあるんですが、なかなかね、使いたくない。あの、呪文を一気に使っていきたいんですよ。なので、そうだな。ここでこれ置くんでしょ。それで、ファイヤーブラストで、こういうことでしょ。オッケー！今何をしてる方、何をしてるか急遽わかんない方いるんじゃないですか？時代が急遽に追いついてきてないな。これは次のターンで、こいつ召喚するんですよ。あの、さっきの僕のあの、最強手札。待て、ケイスケさん、ケイスケさんやめて。そのカード持ってたりしないよね。さあ。なるほどね。ここで一気に僕は勝負を決めたい。来た！おっと？ 5 ダメージを与える。うわぁ！うわぁ！来い。僕のターン来い。来い。来た、なんか来た。また来た。あー、びっくりした！よっしゃ、俺のターン、アルティメットドロー来たぞ。ここから勝負を決める、行くぞ。マリゴス召喚来たー、これは来たぞ、これは来たぞ。そして、え、内なる炎ってさ、ミニオン1体の攻撃力を体力と同じ発動、発動、よっしゃー、これめちゃめちゃ強くね、やばいぞ。次のターン、次のターン来い、頼む頼む頼む、次のターン、次のターンでかかってくるぞ、これ。来い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 、え、なんか来た、うわうわ、最悪最悪最悪、あ、死んだ、はいはい、死んだ、マジかよ、マジで、え、ちょっと、うわさ、え、ま、うわうわ、もう全部積んだ積んだ、いやー、しかし、こっからや。いや、待って、こっからって。ちょっと、メンタル。メンタル、やばい、メンタル。とりあえずダメージ当たってこい。よいしょー、ちょっと待って、待って、待って、やばくないこれ。マジで。マジやばくない、だって、ありえないでしょ、これ。ありえない、これやばい。召喚。待って、相手手札やばいし。キヨキヨ、これさ、かっこいいとこ見せられると思ったのに。クラファイアボール、うわあ、さっき引けたの、いや、まあ、こっからや、こっからだぞ、ここでくじけたら終わりだ。うわあ、ここでくじけたら終わりだぞ。あ、嘘、なんかほら、もう魔力のやつ強くなっとるもん、もう
ほら、ちょっと相手のペースになってるよ。やばい。こっから挽回していこう。うわ。痛い痛い痛い。いちいち痛い。いちいち痛い。アルチメットドラ、よっしゃ、よっしゃ。凍結さす。凍結してくれ、まず。挑発で防衛体制に入る。もうチクチク削っていく。単終了。いや、マジか、ちょっと待って。いや、もう過去のことは忘れろ。過去のことは忘れなくちゃいけない。よし、ここからや。ここからどう立て直していく。いや、僕の手札と、相手の手札。ありすぎやろ、ちょっと相手の手札。あ、なんか来たよ。わあ。7ダメージってもうファイアーボールの攻撃力上がっとるわ。強いなぁ。うわ、自分の呪文のコストが1減る。嘘。ああ痛い。チクリチクリ。いや、まだ12と13だ。こっから。こっからやで、こっから。挑発。うわ、まだ発動してない、これは。チク。あ、待って。ここで。ここでこれ。これよし、ターン終了。待って、相手の手札アドバンテージやばくないマジで。そこだけだよ、怖いのは。うふうむ。あ、来た。うわ、なになになに、なに、嘘、4ダメージそんな来る？うやべ、なんか来た、なんか来た、なんかエグいの来た。アルティメットドロー、うわあ、ここで1かよ。召喚するしかねえ、これ。ファイアーブラスト、もう無理や。いや、頼む頼む、これもう完全にこの、なんだこのサンドバック状態。来たぞ、なんか来た。なんか来た。来た！あー！強い！嘘でしょ？あっ！あっ！あっ！マジか。くっそー！くっそー！ケイスケさん、強え！強え！いやー、でも、途中で僕もね、最後ね、もう、決定打をやればね、よかったのに、ケイスケさんがうまい！うわー、ということで、今回ですね、ケイスケさんと戦いましたけれども、本日もご視聴ありがとうございました。いやー、辛い！うわー、マジか！ですね、次回、来週ですね、来週に、この、ハースストーン最強決定戦の、優勝者予想のですね、当選発表させていただきたいと思いますので、そちらの方もぜひともご確認いただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。